とこんなにたくさんの方の前でお話しするのは初めてなのですごく緊張しているんですけれども、トロユミさんにとりあえず大きな声で喋ってっていうことを言われたので、もし途中で声がちっちゃくなってたらアクセシブルじゃないよってこうまさかりを撫でてください。よろしくお願いします。まず簡単に自己紹介をさせてください。高知県から来ました真島と言います。フリーで DTP とウェブのデザインをしていて、ワードプレス歴は4年で、アクセシビリティ歴は2年ということで、まだまだ勉強中なのですが、今日は私が感じているアクセシビリティの魅力を目いっぱいお伝えしたいと思います。まず一つ質問です。どうして皆さんとか、あと皆さんのお客さんはウェブを使って情報を発信するのでしょうか。ウェブによって、その目的はいろいろあると思うんですけれども、一つ共通しているのは、そこに載っている情報をより多くの人に伝えたいからということがあるのではないでしょうか。ウェブを使うことで、一人でも自力で世界に向けて情報を発信することができます。その先には、自分の想像を超えて、たくさんの人やいろんな人が待っています。そんなわけで、本日は、今の自分の視点を少し広げて、より多くの人に情報を伝えるためのアクセシビリティについてお話しします。先ほど、ウェブの自由とパワーについて、情報を発信する側からのことを見てみました。それでは、情報を受け取る側から見てみるとどうでしょうか。世界中の誰でも好きな時に、好きな場所で、好きな形式で情報を得られるというのも、ウェブの持つ大きなパワーの一つです。好きな形式でというのは、スマホとかパソコン、タブレットとか自分の好きなデバイスで情報にアクセスできることもそうですし、例えば Twitter の夜間モードとかブラウザーのリーダー表示を使ったことがある方もいらっしゃるのではないでしょうか。その他にも目が見えない人はスクリーンリーダーを使って読み上げる機能を使ったり、あとロービジョンと呼ばれる視力のちょっと弱い人は拡大鏡を使ったり、視覚障害のある方は自分の見え方に合わせて色調を調整することもできます。それから手が使えない時にはキーボードを使って操作をすることもできます。それから日本語が苦手な方もここのページに載っている情報をどうしても得たいと思ったら、 Google 翻訳などを使うことによって自分の言葉で情報を何とか得ることもできます。それから私も最近、Amazon エコーを買ったんですけれども、こういった音声デバイスも未来のウェブの一つの価値だと思います。こんな風にさまざまな端末や支援技術を使って、あらゆる人が自分の力で情報にアクセスできることをアクセシビリティと言います。これは他のメディアにはないウェブの本質的で大きな本質的な特徴で大きな魅力だと思っています。ところでアクセシビリティについてこんなセリフを聞いたことはないでしょうか。アクセシビリティは障害者とか高齢者のためのものだから、自分のサイトには必要ない、自分には関係ないみたいな言葉です。でも果たしてそうなのでしょうか。佐藤さん、鈴木さん、高橋さん、今日もこの中にいらっしゃると思うんですけれども、日本で多い名字のトップ3です。実は全国の佐藤さん、鈴木さん、高橋さんの合計した数よりも、身体障害や知的障害、精神障害といった何らかの障害を持っている人の数の方が多いんです。その数は、国民の 6% にも上ります。さらに、65歳以上の高齢者の方の割合は 27% 以上あって、これは年々増え続けていると言われています。これを見ると自分に関係ないことでもないし、結構身近な問題だということもわかると思います。それから今普通にウェブを使っている、普通にというか自分の使い方でウェブを使っている方でも、今と違うやり方で情報にアクセスしなければならない状況というのもしばしば起こることですし、それにみんなそのうち高齢者になります。というわけで、知らず知らずのうちに身近な誰かを阻害しないためにも、できることから一つずつアクセシビリティに取り組んでみましょう。取り組み方を知るために、まずアクセシビリティというものを分解してみます。
さまざまな端末や支援技術を通していろんな人がアクセスできるということは、機械にも利用できるというマシンリーダブルという面と、人がそこから情報を得て操作できるというヒューマンリーダブル、2つの面に分けることができます。これをさらに分解してみると、こんな風に、アクセシビリティというと行動を書く人のものというイメージが多いかもしれませんが、デザインをする人も文章を書く人も、あとはサイトの構成を考えるバイアフレームを作るといったことも、アクセシビリティを成り立たせる重要な要素になっています。同じようにワードプレスを今度分解してみると、テーマとコンテンツに分けることができます。ワードプレスで作ったサイトをアクセシブルにするためには、テーマのアクセシビリティとコンテンツのアクセシビリティ両方が大事になります。テーマについてはこの後の佐伯さんのセッションでお話しいただきますので、私の方ではコンテンツの方についてお話しします。では具体的な取り組み方について考えてみるために、こんな例を見てみましょう。本当はないんですけど、オリオリホテルっていうホテルの支配人さんがホテルのサイトをワードプレスで作ったと仮定してみます。今日のワードキャンプみたいに、海外の方とかお子さん連れの方とか、あとキャンプが好き、外で遊ぶのが好きな人もインドア派の人もいろんな人に来てほしいから、サイトをアクセシブルにしたいと思っています。ではどうすればいいか。まず例1、おすすめのプランをバナーで紹介したいと思ったとします。こんなバナーを作った時に、ここに載っている情報を画像が見えない人にも伝えるにはどうすればいいでしょうか。ワードプレスでは画像をアップロードした時に、画像に代替テキストというものを付けることができます。管理画面の代替テキストの部分にバナーで伝えたい情報を打ち込むことで、スクリーンリーダーを使っている人にはその情報が読み上げられますし、画像が読み込まれない、なんかネットの回線が遅いとかいう場合にも、代わりにそのテキストを表示させることができます。ここでポイントなのが、画像と同じ情報というので、もし、モーニングプレートの詳細なメニュー内容などを伝えたい場合には、画像が見える人にもそういった情報は有用なので、代替テキストではなくて、キャプションだったり本文中で説明することも検討してみてください。では例2として、ホテルの空室状況をカレンダーで表示したい場合です。これの例で言うと、空室ありは緑、残りわずかは黄色、満室は赤というふうに色分けで区別しています。一見分かりやすそうに見えるのですが、これがもし視覚障害のある方が見た場合、こんなふうに情報が失われてしまうことになります。視覚障害がない方でも、モノクロでプリントアウトした場合、この色分けした情報も失われてしまいます。これを解決するためには、色だけでなくて文字で情報を伝えるということを考えてみてください。こうすることで、いろんな人にこの空室状況の情報が伝わるようになります。ここでもう一個ポイントなのが、文字と背景色のコントラストも忘れずにチェックしてください。今日の会場はちょっと外の光とかが入って、普通のセミナー会場よりも若干スクリーンが見えにくいなという方もいらっしゃると思うんですけれども、これももともとのコントラストがしっかりついていたら、外でスマホを見たときにも見えやすくなります。次に記事を書くときのアクセシビリティについて見てみましょう。皆さんおなじみのビジュアルエディターなんですが、ここでは文章に見出しとかリスト、引用なんかのテキストに書式をつけることができます。ここでポイントになるのが、見た目の装飾目的で、ここはちょっと大きい文字にするから見出し3、ここはちょっとちっちゃく色つけたいから見出し4とか適当に使うのではなくて、文章の意味とか行動を伝えるために使うということです。どういうことかというと、こうやってビジュアルエディタで書式を設定した部分をテキストエディタに切り替えてみてみると、その書式を設定した部分が HTML タグで囲まれていることが分かると思います。こうすることで、見出しは見出しとして、リストはリストとして下にも伝わるようになります。こうすると何がいいかっていうと、例えば同じ見出し3のレベルのものだけ抜き出して読んで、
情報、文書全体をざっと把握したいみたいなときに便利に使うことができます。こんなふうにビジュアルエディターを上手に使うことで、コードを書かない人もマシンリーダブルなコンテンツを作ることができます。その他にも文章を書くときに、見出し構造を意識して文章を書いたり、利用者にとって分かりやすい言葉を使ったり、こちらとかもっと見るだけではなくて、リンク先が予測できるリンクテキストにしたり、それとか、装飾目的のために文字色を勝手にどんどん変えちゃったりするのはやめ、混乱するのでやめて、必要な時に必要なスタイルを使うということを気をつけるだけでも立派なアクセシビリティにつながります。ではもう一個踏み込んでアクセシビリティについて知ってみたいという時はどうすればいいでしょうか。ポイントは自分以外の視点を増やすということです。2016年の4月1日に障害者差別解消法が施行されましたが、このサイトの中に合理的配慮と具体例データ集というコンテンツがあります。ここでは障害の種類とか、あと生活の場面からどんなふうに具体的に対応すればいいかという事例がたくさん載っています。それから WCAG ウェブコンテンツアクセシビリティガイドライン、日本でいうところのリスク比較に対応するガイドラインでは、どんな場面でどんな人がどんなふうに困るからこう対処しましょうといった指針がまとめてられています。ここにはウェブコンテンツのすべてが詰まっていると言っても、ウェブコンテンツですね、ウェブアクセシビリティのすべてが詰まっていると言っても過言ではありません。でもこの文章ちょっと日本語なんですけど、すごく難解で読むのが辛いんですけれども、例えばこの概要の部分にこんなことが書いてあります。このガイドラインに従うと、多くの場合ほとんどの利用者にとってウェブコンテンツがより使いやすくなる。つまり自分の知らない誰かの使い方を知って多様性を受け入れるということをすることで、そのことが結果的にみんなのユーザビリティを向上させることにもつながるということです。このことは私がアクセシビリティすごいと思っている理由の一つでもあります。ではまとめです。本日は今の自分の視点を少し広げて、より多くの人に情報を伝えるためのアクセシビリティについてお話ししてきました。今日のお話の中で皆さんのウェブ作りに少しでも取り入れられそうなポイントがあったら幸いです。ご清聴ありがとうございました。はい、ありがとうございました。